沼田町ヨウタカアンドン祭りは高さ7メートル、重さ5トンのアンドンをぶつけ合って壊す道内唯一の喧嘩アンドンとして知られています。新型コロナの影響で去年、おととしと2年連続で中止されましたが、今年3年ぶりに開催されました。楽しかったね。懐かしいって帰ってきたって感じです。3年ぶりにね、来たの、今まで通りにできてね、良かったなと思ってる。今年は特にね、張り切ってた。感染対策のため、安頓の担ぎ手はマスク着用で、露店の食べ物は原則持ち帰りとされています。沼田町の安頓祭りは明日も開かれます。